はい、えー、皆さんこんにちは。本発表では、エッジ端末を対象に、ニューラルネットワークベースのオンデバイス学習、およびそれを用いた異常検知について紹介します。一般的にエッジ AI というと、多くの場合、エッジ端末上での推論処理のことを意味します。一方、本発表では、計算資源の限られたエッジ端末上で学習もします。これをオンデバイス学習と呼んでいます。 我々は実環境における異常検知に取り組んでいます。応用例としては、工場、データセンター、ロボット、コンシューマー製品、監視やセキュリティなどが考えられます。このような実環境の異常検知の厄介な点として、正常パターンや異常パターンが環境や状況ごとに変わってしまうということが挙げられます。例えば、実環境ではノイズパターンは変動します。 実際、ノイズパターンというのはセンサーの位置やノイズ発生源の状態の影響を受けます。それから、正常と言われているパターンさえも時間とともに変化してきます。例えば、温度やワークロードは時間ごとに違います。それから人が介在する場合はなおさら先が読めません。このように環境や状況が変化するので、 事前に教師データを集めるというのはなかなか難しい問題です、えー、繰り返しになりますが、えー、事前にしかも正確な教師データを集めるというのはなかなか難しいというのが実世界に AI を導入する際の共通の問題点ですでこのような問題に対処するために本論文ではオンデバイス学習を提案しますこれはオンンライン 祝辞学習と教師なし異常検知を組み合わせた方法です教師なしなので、ラベル付き教師データは使いません。それから、オンサイトで学習しますので、オフラインの学習フェーズも不要です。コンセプト、実に単純です。まず、1つ目、1番目ということで、異常検知装置を現場に置きます。2番目、 え初期化フェーズとしてノイズを含む通常パターンをしばし覚えさせます。でその上で、えー、3番、オンライン蓄次学習による教師なし条件検知ができるようになります。えー、ここでオンデバイス学習のアプローチを通常の深層学習と比べます。えー、深層学習の場合、学習では 誤差逆伝播法と確率的勾配効果法によって重いパラメータを最適化することが多いです通常はオフラインで学習しますので事前に教師データを集めておかなければいけません学習には事前に用意しておいた教師データを使って GPGPU のようなアクセラレーターを使って学習を加速することも一般的です一方 本論文のオンデバイス学習ではテストデータと教師データを区別しません。つまり、新しいデータが来るたびに、教師なし異常検知のための推論と蓄字学習を一遍に実行します、えー。この図は本論文で提案する オンデバイス学習のベースラインとなる機能を図示しています。オンライン蓄次学習による教師なし異常検知のために OSELM、オンラインスイケンシャルラエクストリーム・ラーニング・マシンアルゴリズムを使っています。え本論文では、この OSELM をさらにオートエンコーダーと組み合わせます。オートエンコーダーはニューラルネットワークを用いた次元圧縮アルゴリズムの一種で、 これを使って教師なし条件値を実現します。本論文ではこの OSELM とオートエンコーダーの組み合わせに対し、計算コストを大幅に下げるための工夫も提案しています。実際、本論文の貢献は、オンライン蓄字学習による教師なし条件値に特化した低コストなハードウェア設計になります。 OSELM における学習は、ワンショットラーニングとも呼ばれます。深層ニューラルネットワークの学習では、一般的に誤差逆伝播法と確率的勾配効果法などを使って、重みパラメータを反復的にチューニングしていきます。一方、OSELM を含む、いわゆる ELM 系アルゴリズムというのは、ワンショットラーニングといって、重みパラメータを解析的に解きます。つまり、 反復的なチューニング、重いパラメーターのチューニングはせずに、計算によって重いパラメーターを求めます。この OSELM というのは、蓄字更新版の ELM になります。つまり、データ i を蓄字学習したときの途中結果を使って、データ i1 たすを学習するということを繰り返します。でこのような OSELM は、ニューラルネットワークベースの次元圧縮技術であるオートエンコーダーと組み合わせ、教師なし以上検知のためのオンデバイス学習を実現しています。ただし、ここまで説明したオンデバイス学習のベースライン構成の問題点として、計算コストの高さが挙げられます。実際、オンデバイス学習の場合、 計算資源の限られたエッジ計算機上で来たデータを逐一学習していかなければなりません、えーまあ、そこで本論文の2つ目の提案ではエッジ上でオンデバイス学習を実現するために計算コストを削減します、えー、本アプローチのボトルネックは疑似逆行列計算部分にありまして ここの部分をちゃんと作ると SVD や QR 分解の QR 分解を計算するコアが必要になってしまいます。でこの式は蓄、えー、次学習部分の計算コストを表しています、えー。詳細な説明を省きますが、この K の3乗は K×K、えー、の、えー、行列の疑似逆行列計算に由来しますで。この K というのはバッチサイズです。 通常バッチサイズ K はバッチ内で外れ値を除外できるように K をある程度大きくしておきます例えばこの黄色の部分の例ですがこれはバッチサイズが5です12345とアイテムが5個あります5個サンプルが入っていてこのバッチ内においてはこのオレンジこのオレンジが外れ値ですそしてこのような外れ値を バッチ内で除外しておいて、残った4個、このリンゴ4つですね、この、えー、残った4個のサンプルを蓄字学習に使うべきと言えます。えー、バッチサイズ K が1のとき、疑似逆行列計算は単なる逆数計算になるので、SVD や QR 分解を計算するためのコアは不要になって、 計算ハードウェアが劇的に簡単になります、えー、ただバッチサイズが1なのでバッチ内で外れ値を除外することができません、えー、この場合放っておくとハズレ値を正常値として学習してしまい推論結果が不安定になってしまいますでこのように、えー、推論が不安定になってしまう問題に対処するために来たデータを学習してしまう前に外れ値かどうか判定して もし、ハズレ値だったら自動的に除外するような工夫を入れています。これをステーブルトレーニングメソッドと言っているんですが、これによって計算コストを大幅に簡略化しつつ、変化点やコンセプトドリフトに対処できるようにしています。3つ目の拡張は、異常検知の精度改善に関するものです。 まず昔に学習した古いデータを忘れてコンセプトドリフトが起きてもそれに追従できるようにと防御機構を提案しています実際正常データであっても時間が経てばそれは異常値になることだってあります左の図に示しますように最初はオレンジが頻繁に登場していたんだけれどもその後リンゴがマジョリティになる ような状況を考えてくださいこのような場合、忘却機構を使えば、オレンジのような古いサンプルの影響度は、新しいサンプルが来るたびに徐々に徐々に薄まっていきます。そうすれば、この例のようにコンセプトドリフトが起きても、素早くそれに追従することができます。本論文では、バッチサイズを1にすることによる疑似逆行列計算の除去と、 共存可能なシンプルな忘却手法を本論文では提案していますさらに異常検知器が置かれる環境によっては正常パターンが複数ある場合が考えられますこのような複数定常点の場合の精度を高めるためにアンサンブル手法も使っています えー、複数手常点に対処するためのアプローチとして、正常パターンごとに、そのパターンに特化したオンデバイス学習機、まあ、つまり正常パターンの数だけオンデバイス学習コアを並べるというアプローチを取っています。えー、オンデバイス学習機の複数インスタンス場については、えー、本論文には入っていないので、詳細については、下記の、えー、論文を見てみてください。 はいえー、とこれが、えー、我々提案しているオンデバイス学習アルゴリズムのオーバービューです、えー、ベースラインとしてワンショットラーニングと次元圧縮によってオンライン蓄次学習による教師なし以上検知を実現しています、えー、さらにここから計算コストを大幅に減らすためにバッチサイズを1にすることで疑似逆行列計算を単なる逆数計算に置き換えていますただしバッチサイズを1にしてしまっているので 推論が不安定にになならいいようすするための工夫も入れていますそれから右側行きまして、えー、本論文では低コストな防却機構も導入しています。えー、本論文の中には含めていませんが、定常点が複数あるような問題において、異常検知制度を改善するために、個々のオンデバイス学習コアを単一パターンに特化させて、そのような、えー、コアを 通常パターンの数だけ並べるというようなアンサンプル手法も採用していますこのようなオンデバイス学習アルゴリズムを最初は Python 言語で実装していましたそれから C 言語やハードウェア技術言語ベイログ h d l にも移植してありますソフトウェア版はいろいろなプラットフォームに移植されました 例えば、ラズベリーパイゼロ上で動作します。これはシングルコアの ARM プロセッサーが乗った安価な CPU ボードです。えー、現在、えー、オンデバイス学習アルゴリズムは C 言語による行為合成を用いて、えー、FPGA 上に実装されています。本論文では、行為合成によって Zymix、えー、ンン社のピンクボードのような小規模 FPGA ボードに オンデバイス学習アルゴリズムを実装しています。目標としてはセンサーと統合可能なオンデバイス学習チップの開発を計画しています。オンデバイス学習チップを人の体や環境に貼り付けることができるようにして、いろいろな異常検知に役立てたいと思っています。小規模 FPGA ボードとしてザイニックスピンクボードを使ったオンデバイス学習のデモを FCCM2019 のデモでは回転機械の振動パターンをその場で覚えて異常な振動パターンを検出するというデモをやりました例えばファンにエアスプレーを吹きかけますとエアスプレーによって振動パターンが変化し異常が検出されていますそれからファンの回転数を手動で変えてみますそうすると、えー、振動周期が変わってきますのでやはり異常として検出されています えー、オンデバイス学習の FPGA プロトタイプの説明をします。えー、ターゲット FPGA はザイ l i n x のジンク FPGA です、えー。ですので CPU 部分とプログラマブルロジック部分に分かれています。スライドの左側が CPU 部分で、右側がプログラマブルロジック部分になります。えー、推論モジュールと蓄字学習モジュールは、えー、プログラマブルロジック部分に専用回路として実装されています。 でそれ以外の機能はこの CPU 部分で実行するようになっています。まあ、例えばこの ARMCPU 上では加速度センサーからセンサーデータを集めて FFT を実行して振動データ、まあ、つまり周波数スペクトルに変換していますで。その上でこの周波数スペクトルをこのプログラマブルロジック部分に転送し推論や蓄字学習モジュールの入力データとしています。 また CPU 部分はプログラマブルロジック部分のオンデバイス学習コアに各種コマンドを送ります。例えば、えー、推論コマンドであるとか、蓄字学習コマンドなどです、えー。それから周波数スペクトルのような入力データ、そういうわけで、えー、この CPU 部分の DRAM から、えー、プログラマブルロジック部分のオンデバイス学習コアに DMA 経由で転送されます。 でこのオンデバイス学習コアで推論や蓄積学習が行われて、推論結果であるロス値は、プログラマブルロジック部分から CPU 部分に戻されます。それから重みパラメーターの初期値や、忘却リスなどのパラメーターは、この CPU 部分から、このオンデバイス学習コアに対して設定できるような形になっています。 え下の図はプログラマブルロジック部分に実装された推論および蓄字学習モジュールの詳細です。えー、入力データは64ビットの入力データバスを経由してインプットバッファーに保存されます。それから重みパラメータ α、β、p、b はウェイトバッファーに蓄えられます。でこれらの重みパラメータは えー、推論モジュールや逐次学習モジジュューールルや学習で使われますまた、えー、重いパラメータは蓄字、えー、学習モジュールによって更新されます。それから推論結果、まあ、つまりロス値は、えー、推論モジュールで計算されて3 2ビットの出力データバスを使ってプログラマブルロジック部分から CPU 部分へ戻されます。 この FPGA ボード上にオンデバイス学習コアを実装した時の面積と実行時間の評価結果です。プログラマブルロジック部分の動作周波数は 100MHz としました。ザイリンクス、ビバド HLS を使って論理合成しました。リソース利用率ですが、入力次元数が1024の場合でも、約54%以下に抑えられていることがわかります。 それから、下行って蓄次学習と推論に要する実行時間ですが、両方とも1ミリ秒以下です。これはソフトウェアで実行するよりも有利です。ただし、これは FPGA ベースのプロトタイプ実装です。我々の今後の目標としては、オンデバイス学習チップを開発し、センサーなどと統合できるようにすることです。本発表をまとめます。AI を産業応用するとき、正確な教師データを 事前にどうやって集めるかというのはいつも問題になります。我々のアプローチはオンデバイス学習です。これはオンライン蓄次学習と教師なし異常検知を組み合わせた手法です。オンデバイス学習では正常データをその場で学習するので異常検知をデバイスが置かれた環境ごとにカスタマイズすることができます。つまり異常検知のパーソナライズが実現できます。低コストな FPGA ボードとしてザイリクスピンクボード上に オンデバイス学習コアを実現し、既にデモ等を実現しています。現在、我々はセンサーと統合可能なオンデバイス学習チップの開発を計画しています。人の体や環境にオンデバイス学習チップを貼り付けることで、いろいろな異常検知に役立っていきたいと考えております。また、本論文で提案したオンデバイス学習アルゴリズムをフェデレーテッド・ラーニングに応用したり、 それから、レインフォースメンラーニングに応用したり、リカレント・ニューラルネットワークは RNN に応用したりしています。それから、パターン特化型のオンデバイス学習コアを複数並べて、複数定常点の場合の異常検知精度を向上させる取り組みもやっています。本論文で提案したオンデバイス学習コアは、これらの新しいトピックの基礎にもなっています。ご清聴どうもありがとうございました。